全国高校サッカー新潟県大会中越3のゼロ新潟興南19日4回戦カリワピアパークサッカー場初優勝を狙う中越が新潟興南に3対0で完勝し春の県総体に続いて8強に進出した前半32分 MF 柳原夫、3年、が先制点を奪うと後半31分にフォワード梅澤俊翔3年 が加点2対0の同36分には MF 井口紘輝3年が左 CK から高校初と笑うヘディングシュートを決めとどめを刺した激しい雨の中長岡 JYFC 長岡ビルボードなどの地元クラブ出身者が多く集うチームは長短のパスをつなぎながら前進し相手の最終ラインの背後にできるスペースを有効活用して波状攻撃を仕掛けた 準々決勝26日は9大会ぶり7度目の優勝を狙う新潟名君と対戦する敵の最終ラインをゴリゴリかき乱す梅澤は相手の2センターバックは強いが突破したいと気合十分推進力を生かしてサイドをぶっちぎる井口は全力でぶつかり内が4強に進むと挑戦状を叩きつ